式は調整炭鉱の水非常を歴史に刻む会が毎年開いています。調整炭鉱は1942年2月3日に落盤事故で水没しました。183人が亡くなり、そのうち137人が朝鮮半島の出身者です。海には2本の排気とピーヤが今も残っています。事故から81年を迎える今年は、3年ぶりとなる韓国からの遺族4人を含むおよそ180人が出席し、追悼の日に花束を捧げて犠牲者を悼みました。우리한국에서는제사지내고난뒤에는산소를갑니다그런데3년동안산소를찾아뵙지못한것하고똑같아서오늘산소를찾는기분으로너무감정이벅차고뭐를표현할수가없습니다감사합니다遺族会も高齢で、もう待ったなしの状況なので、何としてもやっぱり遺骨発掘に向けたですね、一つの手がかりを作りたいと。交流を進める日本と韓国の中学生や高校生も参加し、海に花を投げ入れて犠牲者の冥福を祈っていました。